れからどのぐらい経ったのだろうか。
Thank you.
入力共振機起動。 いや、待て待て。
もしそんなことがあったなら、私、もう一度、あの時、私が何をしたのかを。龍脈共振器起動。共鳴開始。録音を開始する。ニコ龍鳴の分析完了。音源発生地まで案内します。Thank you.
Thank you.
Thank you.
龍脈共振器起動。共鳴開始。録音を開始する。ニコ・リュウメイの分析完了。音源発生地まで案内します。Thank you.
こちらリバク、順調に上陸した。犯罪組織の痕跡がないか注意して。今回は信頼と実績のマダラからの情報だから安全だと思うけど。あいつマジ嫌い。人が来た形跡はないな。これはチャンスかも。もしまだ誰も見つけていない龍脈の音源を探せたら。
暗い。なんてこった。ここも採掘され尽くしているのか。諦めるな。今見えたものは、なぜ急にリキのエネルギーが。小惑星の外側から無理やり開けられたような爆破跡だな。廃棄されて久しい。電波が出ていないのも納得だ。利水が汚れてる。これじゃ何の価値もないな。三怪人が残していった冥界城か。冥界のとは随分違うんだな。本日をもって李爆第四大使を飛び家継承順位筆頭とする。贈呈、宇宙船太陽。贈呈、冥界城火中。贈呈、冥界島千里。僕はついに。あいつか、第八側室の。何をしたらこんな番狂わせが。静粛に。みんな何を言ってるんだろう。第三第四大使の鉱脈をかすめ取ったって。無能そうな顔して。当主に失
歩を振り続けた結果だな。でもどうして僕なんかが。皆近くへ。ただの儀式ですぞ。大丈夫。僕名実ともに若ですな。全ての人を守るといった誓いをお忘れなく。どうして兄様たちではなく僕が。直属護衛のブランは退席を。私だって若を選びましたよ。一族皆を守ると言ったのは、今目の前に守るべき家族が勢ぞろいしてますぞ。僕は当主になった際には私に酒の醸造が可能な土地をお与えください。それまでは私がいじめられないように守ってくださいよ。そもそも誰にも負けないだろう。直属護衛カイト・ブラン、直ちに退席を。私は下がります。さあ当主のところへ。リバク壇上へ。我リバクは英会に誓う。飛び家に一生を捧げ、決して離れず、決して諦めぬことを。心せよ。愛憎関わらず、飛び家の民全てがお主の家族であり、盾であり、剣でもある。対一の加護、我は一族の盾となり、魂は一族の剣となる。我が指は牛脈を刺し、我が手は天地をかける音を紡がん。全ては一族のために。親兄弟がぶっ殺しに来るなんて聞いたことねえぞ。リバク、大丈夫？よかった。利水に入っちゃったの？ごめん。いつの間にか、クラッと来てしまって。謝らないで。持ちつ持たれつよ。本当に。急脈に降りただけでさ、役に立たないよな。周囲の発光植物は無制御って言ってね。蛮道信者はよくこれを吸うの。葉脈には力官能増強成分が含まれているから。倒れても仕方がないってわけ。そういうことだったのか。ごめん。感能力が強まるってどんな感じになるの？もっと身近に流脈が感じられて、力に包まれるような感じ。もしあなたも力を感じて、その意識の海に落ちれば、自分の思念を異なる時空間につなげられる。会いたい人の声が聞けて、姿が見えるの。どうりで。でも、残ってるのは枝だけね。花は枯れてしまってる。そうなのか。もう一度咲かせてみるよ。ん？
神話ではチボが歌うだけで惑星中の花が満開になったそうよ。私じゃ全然ダメね。喉の傷が原因かもしれないけど。宇宙葬の時の歌だ。うん、これは巫女の塔の石別の歌。万物は流転し、万事は回帰する。へえ、そうなんだ。大丈夫？うん、結構良くなった。それについてじゃなくて、誰であろうと、亡くなった魂は源である太陽に帰り、力となって光の海に消えるのよ。力があれば、人は繋がれる。力には、過去から現在に至るまでの思念が含まれているから。ごめん。ちょっと話が難しいな。彼を思う気持ちがあるなら、龍脈を探し続けるべきね。そうすればいつか会える。夢の中ではもちろんのこと、あなたの心の中でも。カイドウ、もう太陽に戻ったかな。着いたでしょうね。エイダ、僕は大丈夫。分かってるわ。うん。行きましょう。立てる？手を貸そうか。ありがとう、船長。エイダ。ありがとう、エイダ。もう大丈夫だからね。マジで頭がコンクリート。私に黙って申請したの？まあどうせ許可されないけど。お姉様、これからどうする？お姉様、ラッセル先生はずっと面倒を見てくれてるんだし、もう一度話してみましょう。うん、でも以前先生にもらったお肉にの座標はもう変わってる。功労で近くを飛んでみたら、お肉にの信号も補足できるかも。